それでは、経営会の2022年度新年会を始めます。明けまして、改めまして、明けましておめでとうございます。皆さんおめでとうございます。経営会、今年度から会長になりました松原です。声がでかいのとですね、話が長いのがちょっと特徴なので、もしうるさいとか長いって言ったら言ってください。はい、調整しますんで。で、今日の会もですね、実は本当は対面で楽しくわきあいあいとやりたかったんですけども、まあ、コロナの状況で仕方なくオンライン、2年連続オンラインになりましたが、いろんな企画も考えてますんで、ぜひぜひ最後までお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。2時間ぐらいになりますけど、最後までお付き合いいただく方はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではもうどんどんいきますが、まずは今日このオンライン新年会に参加していただいている来賓の方を紹介したいと思いますので、私がお名前を読み上げたら、ちょっと手をこうウェーブしていただければ、いいかなと思います。まずは羽鳥、総領事様、今日はどうも忙しいところありがとうございます。よろしくお願いします。次に、久田領事様。はい、久田です。よろしくお願いします。はい、先ほどちょっと話しましたけど、ガーデナーズ協会の会長の芦澤さん、おめでとうございます。今日はよろしくお願いします。お願いします。それで企業会次期会長の岡本さんです。はい、お招きいただきましてありがとうございます。はい、お願いします。カレンさん、映像がないですけど、カレンさん聞こえてるかな。今日メキシコからなんか参加してるみたいなんですけど、日華商工会のカレンさん、カレン理事聞こえてるかな、大丈夫かな。カレンさん、ミュートになってるけど、あ、聞こえてる？聞こえてますか？聞こえてますか？大丈夫かな？参加ありがとうございます。後ほどで、ちょっと自己紹介してもらう時間を設けてますんで、よろしくお願いします。大丈夫かな？ちょっとメキシコで映像も入ってきてないけど、大丈夫かな？すいません、じゃあ、お忙しい中、ちょっと参加いただいている羽鳥総領事に、事前にお願いしてました、新年ということで、ちょっとした挨拶と、それと皆さん今日はなんか飲み物を、私はちょっとまだ事務所なんでお茶を寂しいんですけど持ってますんで、なんか乾杯を後で温度を取ってもらいますんで、飲み物もぜひ皆さん用意していただければと思います。ということで羽鳥総領事、はい、一言よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。日本国総領事の羽鳥です。2018年の11月に来まして、もう3年経ったんですけど、そろそろかなと思ってますが、よろしくお願いします。県友会はですね、先ほどもお話したように18年の11月に来てすぐクリスマス会に出て、でゲームも勝ってですね、で19年はちょっと都合が悪くて出席できなかったんですけど、その後コロナで2年連続で、まあ、会合できないということ残念なんですが、久しぶりに参加させていただきましてありがとうございます。お誘いありがとうございました。まあ、コロナの間皆さんのお仕事どうなんですかね。 逆にお忙しいのか、旅行のね、ツアーオペレーターズ協会さんなんかもうほとんどお仕事ないっていうことをおっしゃってましたけど、もしかしたら皆さんお忙しい方もいらっしゃると思うんですが、その辺のお話も聞かせていただければと思います。それから去年はですね、夏の日経祭りの、時に県友会の方で櫓を作っておられて、ビデオも拝見しましたけど、作った櫓の上私登らせていただいて、8匹来てですね、挨拶を久々にやったりということがありました。まあ、今年ですけど、そのまあ、コロナの、ね、収束ってこともあるんですけど、私は個人的には、よく言われるウィズコロナっていうか、まあ、ちょっとあんまり極端なこと怒られちゃうんですけど、もうそろそろインフルエンザみたいな感じで、もうか、あれですね、私3回目 のワクチン、昨日一昨日打ったんですけど、もうワクチン打っててもかかっちゃうという状況で、ただ、まあ、ワクチン打てば重症化したり亡くなる可能性がすごく低くなるっていうことで大事なんですが、もうだん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 その少し発想を変えて、コロナの感染数で、その会合できないとかできるとかいうことじゃなくて、ある程度その辺管理しながらですね、インフルエンザみたいな感じで、
どんどん皆さんと、私校庭ではですね、食事も食事会も人数制限してずっとやってますんで、っていうのは BC 州の規制をしっかり守ればいいかなと思ってますんで、いろいろ工夫して皆さんとも交流する機会を持ちたいと思います。それから、松原さんが会長になられて、ご挨拶に来ていただいたんですが、その時に校庭の見学会をやりたいという話があってですね、校庭は西洋建築なんですけど100年以上経ってますんで、皆さんにご覧いただいてですね、実は我々の方もそろそろちょっと本格的に中直さなきゃいけないと思ってまして、その辺もですね、ぜひ見学会をやって、ご相談できればと思いますし、見学会の時にちょっと軽くお食事でもしていただければというふうに思ってますので、これは、ご相談していきたいと思います。まあ、言いたいことはですね、あんまりコロナだからって、うちはもうやりません、会合やりません、誰も来れませんっていう感じにはしてないので、まあ、ぜひいろいろとご相談してですね、校庭の方にもお見えいただければというふうに思います。以上ですが、もう乾杯もしたんでしたっけ？そうですね、ありがとうございます。はい、ぜひぜひ校庭にはみんなで押しかけたいと思いますんで、はい、その辺の調整は多分また久田さんとやらせていただくのかどうかと思いますけど、はい、やります。よろしくお願いします。乾杯の方ももう、はい、ソーレージ行ってもらっていいです。はい、ちゃんとお酒、これなんか、はい、お酒、冷蔵庫にあったクランベリーのビールらしいんですけど、ちょっとアルコールで持ってきましたんで、はい、はい、それでは新年おめでとうございます。お誘いありがとうございました。はい、今年1年、頑張りましょう。はい、乾杯。乾杯。はい、乾杯。乾杯。ありがとうございました。はい、ありがとう。総領事、ありがとうございました。はい、途中からちょっと参加をしていただいた石川さんとかも顔が見えましたんで、後ほど参加者にも自己紹介を簡単にしてもらいますが、先ほど紹介しましたまず来賓の方の自己紹介をちょっとしていただきたいと思いますんで、久田領事様からぜひ、一言、自己紹介お願いします。まず、はい、すみません、ありがとうございます。総領事館で経済担当している久田と申します。まあ、ほとんどの方多分初めてになるかと思いますけども、私のポストですね、前にもそうだったんですけど、経済産業省から、出向という形で来てまして、まあ、こちらではですね、まあ、経済と、まあ、いうものと、まあ、どこからどこまでっていうのはないんですけれども、まあ、エネルギーであったり、まあ、農産品であったりですね、まあ、林業であったり、まあ、幅広く、カバーしていくことにしています。で、着任したのは去年の6月ぐらいで、まあ、その当時はまだ自己隔離っていうかですね、2週間ぐらい、まあ、ホテルにいてっていう生活をしてですね、まあ、そこで、まあのんびりと、まあ、バンクーバーどういうところかっていうのをですね、まあ、ホテルのところを眺めながらですね、どういうふうにこう生活していこうかなと思っていた、過ごしました。で、当時はものすごく毎日日が照ってですね、毎日晴れの日が続いてたんですけども、まあ、秋ぐらいからなんとなくそれが全く変わったような生活になってまして、まあ、それこういう雨の中でですね、家族とどういうふうに生活して楽しんでいくかっていうのも、まあ、今一緒に考えているところです。まあ、皆さんとはいろんなところでお付き合いさせていただくことになると思いますけども、私もいろんなところで、皆さんのサポートできたらと思います。よろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、ガーナーズ協会の芦澤会長、ちょっと自己紹介よろしくお願いします。じゃあ、はじめまして、ガーデナーズ協会の会長に今年任命された芦澤努と申します。まあ、一応、我が協会は今年で63周年目を迎える、まあ、歴史ある協会なんですけれども、まあ、その、まあ、協会の会長に任命されたということで、まあ、ちょっとまあ、まだ頼りないんですけれども、まあ、まあ、自分のキャラクターでやっていこうかなとは思っております。で、県友会様とはもう結構なお付き合いをさせていただいていると
聞いてます。で、まあ、私自身その、まあ、あの今回こういう会に参加させていただくのも初めてですので、顔を拝見したことのある方いらっしゃるんですけれども、まあ、これ あと2年間一応任期が会長ありますので、まあ、皆様のお顔と名前が一致して、まあ、もっと深くキャラクターとか分かっていけたらいいと思います。まあ、あとそうですね、このガーデナーズ協会のこの今後、今年のアクティビティなんですけれども、現在、まだ空港プロジェクトの方が今フェーズ5ということで、今最終工事を、予定しております。まあ、それが終わりましたらもう多分明け渡しっていう形で、一応終了になると思うんですね。それがまあ2月の中旬ぐらいにスタートして、まあ、約1ヶ月ぐらいだと思います。で、その次、まあ、ほとんどアクティビティっていうのは、まあ、そのコロナのあれに影響されてくると思うので、まあ、はっきりまだ分からないんですけれども、あと次が来るのがですね、4月の万竜線ですか、それのディスプレイガーデンを一応今年も依頼をされております。まあ、一応そうですね、あと対外的にはまあそれぐらいで、あとはまあその通年の、催し物が、まあ、どこまでできるかというそのコロナの状況を見て進めていくつもりであります。はい、まあ末永く我が協会よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。以上です。よろしくお願いします。ガーデナーズ協会さんとはもういろいろな会を通して一緒にやらさせていただいてますので、今年もぜひ芦田会長またよろしく登録のほどお願いします。はい、ぜひお願いします。それでは、次は球界の次期会長の岡本さんお願いします。はい、皆さんこんにちは。私のことを知っている方も中にはいらっしゃるかと思います。それと、過去4年間ですね、連絡協議会の議長として、皆さんにお世話になりました。ありがとうございました。その役目はこの間の1月の初めの年次会合で終わりまして、吉武さんにそれは引き継いでですね、で次は1月の末31日にある棋友会の年次総会で私が会長になるという予定になっております。まだ予定なので、その時大どんでん返しがあるかもしれませんけども、一応今のところそういう予定になっています。今回の棋友会の会長就任に関しては、まあ棋友会も若返り図らなきゃいけないという大きな、メンバーの、はい、あ、大丈夫、ちょっとフリーズしちゃった、はい、メンバーが少し、理事のメンバーが少し今回変わるものですから、そのシャッフルの中で過渡期を乗り切るという意味合いで、私が今回は2年間だけ会長を一応やると。ただし、まあ、実質的には僕はその分分こう刀を振りますというわけじゃなくて、もう若い人たちに任せていくと、こういう感じになるかと思います。それと、活動内容ももう少し、今までとは内容を変えてですね、皆さんと協議をできるような形にしていきたいと。それから県友会さんとは以前からボーリング大会とか、あとゴルフもそうですよね、一緒にやらせていただいてたと思います。この辺についてはまたおいおい松原さんとはご相談させていただくということになると思います。今後とも一つどうぞよろしくお願いいたします。はい、エース登場でよかったですね。エース登場で、さて、さあカレンさんがメキシコからって言ってたんですけど、カレンさんどうかな、つながってる、名前はあるけど映像とマイクが今ミュートになってるけど、カレンさんどう、あ、こんばんは、ごめんなさい、大丈夫です。どうぞちょっと自己紹介簡単にお願いできますか。はいはい、私のZoomのコネクションはちょっと悪いです。皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。今、私はメキシコにいます。サンカルロス
から Zoom に参加しています。ここは沖縄に、沖縄、多分同じ天気です。ちょっと難しい、今、私のコネクションは悪い。聞こえません、時々。なるほど。でも聞こえてますよ、今、カレンさんのこと。聞こえますか？はい、大丈夫です。大丈夫、ありがとうございます。じゃあ、皆さん、今年も、また商工会ともいろいろやりたいと思いますので、ぜひ、大丈夫ですかね。聞こえてるかな？もう一回お願いします。また商工会さんともぜひいろんなイベントをしたいと思いますので、協力お願いできればと思います。聞こえません。あ、聞こえない？聞こえない？私の声が聞こえないとか、誰の声も聞こえないと思うけど。今、この2年、コロナウイルスは大変の時ですね。でも、次の年は、ちょっと大変でも後で素晴らしいと思います、はい、聞こえますか？はい、聞こえてます、皆さん新しい年あげます、はい、おめでとうございます、はい、おめでとうございます、ありがとうございます。どうもカレンさんありがとうございました。 できるだけなんとかつながっててもらえればちょっとコネクションがいまいちみたいですけど、ぜひぜひこのまま参加していただければと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。続いてですけど、県友会の、2020年度の役員が10名私を入れているんですけども、その県友会の役員の一人一人をちょっと簡単に紹介させていただいて、その後今日参加されている県友会の会員の方にまた、自己紹介をちょっとしてもらうというところを行きたいと思いますので、まず県友会の役員ですけども、あいうえお順にちょっと進めたいと思いますので、まずは青山さん。青山さんどこにいますかね。青山さんそこにいるね。はい、じゃあ青山さん自己紹介まず最初どうぞ。すいません、ちょっと副会長に先にお話しちゃっていいんですか？大丈夫です、もうあいうえお順だから。あいうえお順、はい、わかりました。皆さんこんばんは、役員の青山義雄と申します。職業は糸中カナダという、日本の糸中商事のバンクーバーのオフィスに、勤務しております。県友会を知ったのは実は私の妻の方がこの会の会員だったんですが、こういう会があるよということで、紹介を受けて5年ほど前に入ったんですが、同じような業界の方がいらっしゃるんですが、皆さんそれぞれ個々に業種が違うんですよね。関連はしてるんですけど、皆さん個々にかなり違う業種があって、私も全然知らない世界が広がっていたっていうので非常に驚いたのと同時に興味持って活動に参加させていただいています。今日は皆さん、存分に楽しんでいただいて、これからまたコネクションをつなげていけたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、青山さんありがとうございます。じゃあ、次は、青山順なんで伊藤さん。はい、どうぞ。はい、お願いします。新年明けましておめでとうございます。ありがとうございます。昨年もいろいろとお世話になりましたけども、また今年もいろいろと企画の面でですね、イベントの企画がありますので、皆さんにまたいろいろとご足労を願うかと思いますけれども、私の話よりも自己紹介よりも後ほど今年度の新たな計画案がご紹介する時間がありますので、その時にちょっと時間を取らさせていただきますので、私の紹介はこれ以上ということで、よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、続きまして、木本さん。
はい。はい、どうぞ。木本久美子と申します。ガーデナーズ協会会長の芦澤さんの近所に住んでます。ポートコキットラムです。知り合い？私は、はい。家族ぐるみでめちゃめちゃお世話になってます。うちの旦那さんガーデナーなので、あのね、トムさんにはすごいお世話になって、私は私でトムさんの奥さんの、のりこさんにお世話になって、子供たちは子供たちでトムさんとこのお子さんにお世話になってます。はい。ポートコキットラムなので、勝手にポコニャンと呼んでます。ポコニャンです。はい。仕事は、先ほど自己紹介された青山さんの真似をしてます。以上です。そういうこと？はい。了解。まあ、なんかよくわからない自己紹介だったけど、大丈夫ね。はい。理事今年からまた1年目ですけどよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ次は、後藤さん、後藤さんお願いします。はい、後藤さやかです。よろしくお願いします。はい、研究会に入って5年ぐらいになります。で、普段は、構造設計事務所で製図の仕事をしております。今日は、イーストバーンにある地区125年の木造住宅の半地下からお送りしております。去年の11月下旬から1月2日にかけて3年ぶりに日本に帰省していたんですけれども、山形が実家なんですけれども、その家は築30年ぐらいだったのに、やっぱりカナダの家の方が古くてもあったかいなと日々実感しているところです。よろしくお願いします。はい、よろしく。今日はゲームマスターで活躍してもらいますのでよろしくお願いします。後ほど。はい、はい、お願いします。じゃあ次は、西澤さん、西澤さん。はい、西澤です。アルバータから実は、今アルバータカルガリーから、参加しています。研究会とのつながりは、私2019年に、サリーの方におりまして、で勤め先がバナビーで、でひょんなことから三河さんの、事務所のすぐそばだったので、研究会っていうのをちょっとお聞きして、入りました。ですから、皆さんにお会いしたのは2020年の新年会、その後すぐに、COVID、コロナになりまして、会が全て、オンラインになって、でもう2年ずっとこんな感じでやってますが、遠距離と言いながらも、参加してなかなかうまくいったんじゃないかなと、僕はここ2年間、試行錯誤して皆さんやってますが、昨年ですね、矢倉組の時に、2年ぶりに皆さんにお会いしたんですが、やっぱり実際に会ってお話しすると本当にちょっと違った感じで和やかな雰囲気で良かったなと。今年の新年会は、対面でって話でしたが、また、こんな状態でオンラインなんですけども、このコロナというのは、すぐ、明けて皆さんまた通常の、お顔を見ながら話せるような機会がきっと来ると、思ってます。仕事の方はですね、私カナダにもう16年ぐらいおりますが、もともとは建築の設計をしておりまして、日本とイギリスと、カナダと3カ国渡りながらやってまして、一昨年に、自分で仕事をやろうということで、住宅、とか小さな物件から始めまして、一人でやっております。バンクーバーでも一つプロジェクトが動いておりまして、州をまたいで、今仕事をしております。日本だと県をまたいで仕事することぐらい、当然のことなんですけど、カナダで州をまたぐっていうのはなかなかちょっと、距離感もありますし、いろいろと法規の面でもいろいろと考え方が違ったりしてありますので、ちょっと週をまたいでやるっていうのは一人でやるのは大変なんですけど、初めて、やりたいということでおります。皆さんなかなか何ですか、
話長くなりますけど、あ、まあ、1、2年のうちには BC、まあ、バンクーバーの方に、移住したいということを皆さんに公言しておりますので、またその時はよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ、続きまして、花木さん。花木さん。はい、あ、皆さん、こんばんは。花木と申します。3年前に、カナダに引っ越してきまして、でその後、県友会を紹介していただいて、私 の、まあ、あのウェブの制作なんですけども、まあ、業界に関係なくあのお役に立てるかなと思い、あの参加させていただきました。で、10年前からあのオンラインでほぼあの仕事をしてましたので、まあ、あのカナダに引っ越してきた時も、コロナになった時も、まあ、あの幸いあの労働環境っていうのは、まあ、あまり変わらずあのできたのが良かったなと思っております。で、そうですね、あの、まあ、あのつい先月あの永住権が無事おりまして、これからどんどんあの頑張って参ろうと思っておりますので、うん、まあ、ウェブ作りたいとかあの、よくわからないとか何かこんなことしたいとか、ご質問ご要望とありましたらぜひあのお気軽にご相談ください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あの花木さんはあの県友会のちょっと特殊な、役員でいろいろとウェブサイトとか、YouTube とか Facebook とかその辺の管理をやっていただいて、あのすごい心強いあの仲間だと思いますので、今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ、すみません遅くなりましたけど、副会長の三河さんお願いします。あ、三河さん、こんにちは、はいはい、こんにちは、三河です。また何となく10年ぶりになんか副会長みたいなのをやることになりましたので、お手柔らかにお願いします。カナダに来たのは、移民できたのは1981年で、その前に1年あの学生でいまして、学生の時にいいとこだなと思って、バンクーバーいいとこだなと思って、じゃあ学校卒業したらカナダ来ましょうということで、来ました。簡単に来れたので、移民も簡単に取れましたので、その当時は来て、なんとなくいつ来ました、まあ、あの移民取ってきたんですけど、でその後日本レストラン勤めてツアーガイドをやって、食品、このカナダの食品会社に勤めて、でその後あの、まあ、親戚がやってる建築会社向けにカナダから材木を輸出することになりまして、それをしばらくやりました。まあ、主に北海道だったんですけども、でそうこうするうちに当時の通産省ですか、あのに、あ、円高を、円の黒字を減らすためにどんどん輸入しなさい、あの物を日本に輸入しなさいという政策で、住宅の輸入住宅のあのブームになったんですね。まあ伊藤さんがその先頭を走ってたんですけど、その当時その後ついて日本に建材とか住宅をするようになりまして、でしばらくすると日本の景気が悪くなって、それじゃ食っていけなくなりまして、なんとか食うためには、まあ、ローカルで建築の仕事、まあ、日本向けに日本であの住宅とか建ててましたんで、じゃあローカルでやりましょうということで、現在ローカルで、リノベーションとかたまに新築とかそういう仕事をしています。まあ何の仕事をしても、まあ、要するにあの無駄なことはなかったので、いろんなことが今の仕事に生きてます。で、まあ、何をやっても無駄なことはないなと、あとは要するにセンスだなと思ってます。まあ、あの努力は報われるとつくづく思ってます。以上です。よろしくお願いします。ありがとうございます。カナドゥさんはあのあれですよね、県友会の多分一番大きな、会員の会社になってますよね。今多分付帯会員も含めて今何人入ってます、県友会に。三河さんのもの何人ですかね。7人ぐらい、7、8人いますよね。はい、はい、あ、ぜひぜひあの今日今年はあの私のすいません、あのたっての希望で副会長やっていただきありがとうございます。よろしくお願いします。それだけでしたっけね。あ、まだ2人いたね、まだ2人いたね。じゃあ吉武さんお願いします。次ミュートになってるよ、ミュートになってるよ。日本でね、
で、今、要は最後じゃないんですね。まだ要は最後じゃないんだよ。もう一人ね、忘れちゃならん人が残ってるから。あ、そうなんだ。うん、吉武です。日本、今、福岡県の粕屋郡というところから、参加してますけども、粕屋郡もですね、もうオミクロンが80人とか、郡内だけで出てまして、で、福岡県で2200人とかっていう感じで、もう2ヶ月今日本にいるんですけど、もう完全に日本の生活に慣れちゃいました。で、今回私ちょっと父が亡くなったので、こっちに亡くなったというか最後面会できたんですけど、12月に、来まして、で、いろいろ家の片付けとかですね、があって、もう2ヶ月10日後には帰りますけども、でちょうどそうこうしてたら、こんな大きなプレジデントの雑誌が出ててですね、友達がちょうどいいのが出てるよ、読んだらいいよって言われてですね、でこれで勉強しながら、いろいろ、日本の相続のこととかですね、かなり勉強しましたので、わからない方どうぞ聞いてください。こんなに大金の相続があるの、すごいね。そう、もうね、もう山やらね、いろんなのがですね、あればよかったんですけど、結局相続税を払わなくていい感じので収まりそうな感じです。はい、2月2日にですね、あります、旧友会の年次総会がね、岡本さん、あるので、それを1日置いて次の日に帰るようにしてますので、また帰ったらよろしくお願いいたします。うん、来ていただけなかったんですね、残念だな。あ、いやいや、それに参加するために1日遅らせて帰ります。オンラインでね、ありがとうございます。オンラインでね、はい、はい、実際やるんですか？オンラインですよね。いえいえ、オンラインです。でもバンクーバーまで帰ってきて、入ってくれるのかなと思ったんですが。あ、いやいや、こっちから入ります。はい、以上です。はい、よろしくお願いします。今年から、あれですよね、吉田さんは連絡協議会の議長にもなられましたんで、県友会と連絡協議会と、ちょっと大変だと思いますけど、ぜひぜひよろしくお願いします。はい。はい、じゃあ、大鳥。以上です。はい、ありがとうございます。じゃあ大鳥圭介ってことで、和田さん、会計担当のもう会員会の大鳥圭介でございます。はい、どうぞ。いや、もう本当に会計しかやらせてもらえない和田でございますが、時間も押してますので、これぐらいでありがとうございました。もうちょっと喋っていいよ。いいよ、いいよ。いやいや、もう早くゲームやろうよ。いや、一言だけ、ヒロ君、旧友会の会長、内定おめでとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。あとあれはいいの、あれはいいの、この場で言わなくていいの、会費をもし納めてない方云々は。皆さん、いただいてますので、はい、ありがとうございます。はい、了解です。今年も今の10人で、いろんなイベント企画をやっていきたいと思いますんで、私としてはすごく心強い、もういろんな女性の方もお二人入っていただきましたし、バラエティに富んだすごくいい役員だと思いますので、ここから生まれるいろんな覚悟はもっと面白いものがいろいろ出てくると思いますから、ぜひ皆さん今日少ないんですけど、会員の方、ぜひイベントに参加していただいて、またそう面白かったらまた他の会員にも言っていただいてですね、どん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 そういうイベントでみんなが交流できればと思いますので、よろしくお願いします。ということで、役員の紹介が終わりましたので、次は今日は参加していただいている会員の方にちょっと簡単に自己紹介をしてもらって、でその後伊藤さんの方から今年の、県友会の企画案を話してもらいますので、もうしばらくちょっとフォーマルの部分お付き合いください。その後ゲーム大会に行きますので、では、この人をまず最初にちょっと紹介しないわけにはいかないんで、欧風会の会長、県友会の役員もやってましたし、旧友会の会長でもありましたし、多分バンクーバーでこの方を知らなかったら潜りじゃないかと思います。久保さん、どうぞ。では潜りの皆さん、こんにちは。いや、今これ聞いてて本当に懐かしくなりました。
県友会は今10年目ですか？そうです、今年終わるとちょうど10年で、あ、ちょっとその話はあんまり後で、はい、そうです、そうですか。あの、実は僕は県友会創設メンバーの一人なんですが、あの10年前本当に思い出します。あの三河さんの事務所とか伊藤君さんの事務所でワイワイガヤガヤ言いながらやってたことを今聞いてて思い出しました。あの頃和田君もおったし吉武君もいたし、そんな感じで懐かしく見てるんですけども、女性はいませんでしたね。だから今見てて本当にやっぱり大きな様変わりだなということを実感してます。だからこれからどん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 新しいことが起こるだろうということを期待してます。それで今は欧風会という団体をやってるんですけども、これは入会資格が55歳以上であれば誰でもということで、結構会員もいます。ですから県友会そろそろ卒業まで行かなくても慣れてきたら、ぜひ欧風会の方になだれ込んできてほしいと思っています。それでは今年もどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。久保さん、また今年もゴルフやりましょうね。ゴルフはい、やりましょう、よろしくお願いします。アトリス総領事も誘って吉武さんあたりと4人で行きましょうね。お願いします。楽しみにしてます。はい、じゃあ、続きまして、県友会の元副会長、今日突然参加って言って、先ほど参加していただいた穴澤さん、どうぞ。穴澤さん、よろしくお願いします。今ダウンタウンのイエルタウンの方でハイエンドのお寿司屋さん作ってるんで、5月頃できるんで、みんなできたらぜひ来てください。ものすごいもの作ってます。素晴らしい。名前はまだ発表できない、はい、お店の名前はオケヤ九次郎っていうんですけども、オケヤ九次郎、今もうモントリオールに一つお店持ってて、2店舗目になります。おで3店舗目のトロントの方のお店も始まってて、おものすごい繁盛してるお店なんですが、1人、お任せ250ドルですが、ぜひリザーブして来てください。おすごいな。面白い。誰にも割引しないっていうのが理念らしいです。どうですか、はい、これあれですよね、清水さんも関係してるんですよね、設計の方で。そうなんです、清水さんが設計デザインしてるやつを、ね、やらせてもらってます。わかりました、はい、じゃあぜひ皆さんで押しかけて、はい、250ドルちょっとお金貯めといていきましょう。そうですね、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、失礼します。はい、ではもう二方参加していただいてるんで、まずはじゃあ石川さん、すいません遅くなりましたけど、ぜひ自己紹介お願いします。はい、石川です、ご無沙汰してます。お願いします。私は去年の1月に日本から戻ってきて、去年のこの総会にも隔離中に、ホテルの隔離中に参加させていただいて、ます。で、私は2015年に、創設の駐在員として5年間駐在してまして、でその時に県友会の存在を、知って、2017年ぐらいだったかな、入会させていただいたです。で今日参加されてる、木本久美子さんと一緒に、参加させていただいて、で2020年に日本に帰って、創実に戻ったんですけど、その夏にですね、会社辞めまして、で今日清っていう日本で、合板を作ってる会社に転職しまして、でその駐在員で、去年戻ってきたということで、でまた県友会の皆さんといろんな、情報交換したいなと思いまして参加させていただいてます。なかなかね、コロナで、直接お会いできないですけども、こういう機会に、またネットワークを広げていきたいなと思ってますんで、引き続きよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。
そしたら最後かな、最後だと思います。去年ですね、会員になったばかりの吉田さん、どうぞ自己紹介。今ミュートになってるかな。はい、どうぞ吉田さん、どうぞ。はい、はじめましての方もいらっしゃると思いますけども、吉田由美子と申します。去年隈研吾さんの、アルバーニダウンタウンのビルの見学に参加したくて、結構こうゴリ押しで研究会に入れていただきました。で、現在はですね、実は三河社長に拾っていただきまして、今キャナドゥでキャドのドラフターをしながら研を積んでいってます。はい、これからいろいろと皆さんから教えていただくことを楽しみに、イベントにも参加していきたいと思います。社長あれですよね、吉田さんは清水さんの紹介で、はい、入ってこられて、インテリアデザインがあれですよね、はい、やりたいっていうことですよね。そうです、BCIT でインテリアデザインを過酷な学生生活を送って、勉強しましたので、最初は清水さんのアシスタントでちょっと現場に連れてってもらっていろいろ教えてもらってたんですけど、うん、やっぱりきちんとしたところで一から勉強してきなさいと言われている時にちょうど三河社長に、はい、拾っていただきました。なるほど、はい、はい、じゃあ今後ともよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。もうあれですかね、参加している方で、自己紹介してない方とかいませんよね。大丈夫ですね、大丈夫ですね。はい、ありがとうございました。じゃあ、次はですね、伊藤さんの方から、簡単に、2022年の、研究会のイベント企画の案をちょっと紹介というか説明していただきたいと思います。伊藤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、わかりました。簡単にというところなんですが、かなりの企画がありますもんで、ちょっと時間が押し押しになるかもしれませんけど、ぜひぜひもうしっかり説明してください。大丈夫です。はい、やってみませんけどよろしくお願いします。はい、昨年度同様ですね、今年もこの研究会イベントの企画を担当させていただいております伊藤君久と申します。昨年度はですね、開催された10近くの研究会イベント、大変盛況に終わることができました。これはですね、多分というよりも皆さんここにご出席していただいているご来賓の皆様方、あるいは日経連絡協議会の各諸団体の皆様、そして会員の皆様ですね、そういう方たちからの支援があったがゆえに、それだけ盛況を終えたんではないかなというふうに思っております。また今年はですね、イベント構想を作成するにあたって、企画担当員という8名の方がおられるんですが、それだけではなく全役員がですね、一堂に会して役員会議の中でいろいろ協議させてもらったり、貴重な時間を費やしていただいてですね、大変興味深い有意義な構想案をまとめることができましたので、ご紹介したいと思います。研究会という部分の、先ほど久保さんがおっしゃられましたけども、これを創設するにあたって、目的を作ろうということで、研究会の改則の第3条にですね、研究会の目的っていうのがあるんですが、ちょっと読ませていただきますと、研究会の目的は、本会はグレーターバンクーバーとその近郊で活動する建築建設および周辺産業に従事する会員がお互いに切磋琢磨し、幅広く深い技術力を持った集団に成長すること、そして会員それぞれの事業の発展を促す環境整備と総合協力を深めることを目的とするという第3条があるんですね。ですからイベントもですね、できる限りこの目的に沿って、作り上げようということで構想案をまとめてみたんですが、その中でですね、ちょっとお待ちくださいね、共有したいなと思ってるんですが、一度ちょっとこれを、
共有する、ラインが、すいません、ちょっと今共有のファイルがですね、ちょっとここから消えちゃってるんですが、これからもう一回ちょっと出してみます。あ、先ほどちょっと皆さんに言うの忘れたんですけど、今この新年会レコードを、ビデオを撮ってますので、もし何か不都合なことがあれば言ってください。ちょっと顔を出したらまずいかったら、ちょっと顔は出さないようにするとか、何かその辺は、調整をしてください。この後、伊藤さんの説明の後に、全体写真も撮りたいと思いますので。私の今、ちょっと共有させてもらおうと思って上げたんですが、見えますか？いや、見えてない。こういうファイル。見えてないですね。見えないですか？見えないですね。見えませんか？シェアっていうところ行けば行けない。あ、もう一回じゃあちょっと待ってくださいね。こっちから一回下げましょうか。ではですね、共有の方から、あ、これでいきます。はい。あ、来ました。上がりました。来ました。はい、来ました。すいません。はい、いろいろとこたくさんあるんですが、まあ、この2022年の今年度の休会イベントの計画表という項目でですね、担当委員の方々、そして役員の全員が揃ってですね、講演したんですが、まあ、改正目的というのは先ほど申しましたような内容をこの中にどんだけ入れ込めるかという構想案の中で作り上げてきたものです。でこの部分の中でですね、特に、あ、ちょっと読みにくいですかね。ではですね、日程の順に沿っていきたいと思いますので、まず1月20日、今日ですけれども、これはもう新年会ということで、皆さんが参加されていることなんですが、2月におきましては、2月のプログラムとして、バンクーバー近郊の住宅事情、あるいは建築の現場、資材について、いろいろとみんなディスカッションしようという一つの勉強会で、青山さんが担当していただいて、これを行う予定です。そして3月にはですね、ビルディングマテリアルのサルベージングとリユーズ、まあ、大変重要な部分だと思うんですね。産業廃棄物っていうのは非常に環境にも大きな影響を与えておりますし、資材をなるべく無駄なく使おうということで、木本さんが中心になってこれを発案していただきまして、県友会の毎年やってるんですが、サロン形式というディスカッション形式で和田さんも参加いただいて行う予定です。でまたその3月にはですね、コロナ禍で大規模な開発、先ほど言ったオークリッジプロジェクトのセールスセンターの見学ということで、これ松原さんの担当で現場視察という形で計画を進めております。その次、ちょっと非常に興味深い部分があるんですが、まあ、これは桜デーのジャパンフェスティバルの一環として、過去ずっと県友会も展示場を開いてですね、展示ブースを取って、いろいろと一般の参加者の人たちに、県友会の存在感をアピールするということで、いろいろ行ってきました。今年はズームになるのか、あるいは開催がされるのか、ちょっと分かりませんが、開催がバンデューデンで行われればですね、ぜひバンデューデンの会場を使って県友会として参加してみたいなというふうに計画しております。これも松原さんが担当していただいております。5月になりますと現場視察ということで、これは前回も行われているというよりもバンクーバーの今実際に立っているバタフライのプロジェクトの現場見学、これは設計者がもうお亡くなりになりましたけども、大変有名なバンクーバーの設計アーキテクト、ビン・トムさんの
を設計されたプロジェクトです。これを見学する予定で今放送中です。6月は私の担当になるんですけども、まあ、昨年もご紹介した今現在大変世界にも大きな懸念が走っている気候変動という大きな問題なんですが、この気候変動の問題に対する抑止策と題して、今回はですね、皆さんご存知かと思うんですけども、カナダとかアメリカ、そしてヨーロッパを中心に今建築は鉄筋コンクリートとか鉄骨という構造材からですね、大きく様変わりして、マスティンバーという一つの名前があるんですが、マスティンバーというのは日本語的に言うと多分木質の構造修正材っていう大きな断面の修正されたものなんですが、それを総称してマスティンバーというふうに言うんですが、そういうふうな木材を利用して大きな大型構造物、集合住宅、まあ、大変皆さんUBC のキャンパスの中に18階建ての木造建築が建ってるっていうのはもうすでに3年目経つんですけれども、世界一の今のところ高さです。でそして、今構想されてるのが25階建てっていうのがミシガンの方でも今施工がもうすでに始まってます。でそのように高層の集合住宅やなんかはですね、どんどんこのマスティンバーで動くことによって環境の問題をどう建築の分野から対応するかということが非常に大きな焦点となっている時代ですので、その辺についてこのマスティンバーの構造物と気候変動の問題との関係性をちょっとお話ししてみたいなというふうに思っています。でその後は5月から7月にかけて、これは三河さんと花木さんが担当していただけるんですけども、非常に面白くて写真コンクールという課題だそうなんですが、各会員自分の好きな建築物、あるいは部屋、家、ガーデン、あるいは家具などの建築に関係のある写真を1枚提出してもらってですね、でその中から1位、2位、3位というふうに決めて、まあ、これはどう決めるか、これから三河さんがお決まりになるんだろうと思うんですけども、決められたものをホームページとか、あるいは新聞、プレーダー誌に載せるというふうな形で考えられているそうなんで、5月から7月にかけて募集し、8月に審査して、9月に発表というふうな流れを持って今やっているそうです。そして7月にはですね、この木本さんが中心になって、これが社会貢献といいますか、ある点ではボランティアという形で、ビーチ、パークのクリーンアップをやろうか、あるいはツリープランティングをということで、今お考えになっていると思うんですが、一応計画として、これを7月頃にはやっていきたいなというふうに思っています。そして8月になると、三河さん、西澤さん、共同でですね、バンクーバーだけではなくて、地域を広げてですね、トロント、あるいは北米のあるロサンゼルス、カリフォルニア州の中ですね。以前、矢田さんが会員だったんですけども、その方がロサンゼルスで活動されておりますし、そういう方たちを一度に介してですね、いろんな情報交換をすることによって、いろんな建築を学ぶこともできるのではないかというふうに見ております。で8月はまあ恒例になるんですけども、先ほど申しましたように、矢倉の制作がまあ一応にジャパンフェスティバルの時に我々、もう5年、かれこれ8年近くなるんでしょうかね、やっておりまして、それを制作をすると同時に、懇親会の一つとしてバーベキューを行うことで、木本さん、そして役員の方たちが一応それを担当しております。で9月になりますと、吉武さんが環境サステナビリティ、これは昨年度行われた形式とほぼ似てくると思うんですけども、これも9月に開催する予定でおります。で11月あるいは9月になるか、これは現場次第だそうなんですけども、松原さんの担当で完成に近づいております熊健吾氏の設計のあるアルバーニーのプロジェクト、これの現場見学、これ大変楽しみだろうと思います。そして10月には後藤さんが今行動なさっておる中で、先ほど私がちょっとお話したマスティンバーということとの具体的なプロジェクトを手がけておるだけに、
その内容をですね、いろいろと見させていただけるということでございますので、この辺の部分はちょっとこのタイトルと違ってくるかもしれませんけれども、そのバンクーバー島にできた新しい、その木造、スティンバーの構造物の紹介も考えられているそうです。そしてですね、11月は年次総会、毎年やるわけなんですけれども、この時にゲストスピーカーを呼ぶかどうか今検討中ですので、松原さんが担当です。そしてボーリング大会、これは球会さん、あるいは連絡協議会全体でやろうかという話もございますので、交流の懇親イベントとして11月は団体のいろんな方たちと集まってですね、更新をして交流を深めたいと思っております。で最後にこれは年間活動なんですけれども、西澤さんと花木さんが担当していただいて、県友会の活動動画配信をいろいろと FaceTime とか Facebook とかですね、ホームページに載せていろいろと一つの広報部門になりますけれども、そういうふうな形で一応17イベント、数が非常に多いんですけども、残された11ヶ月の間で17項目を行おうかというふうなところまで今、構想案がまとまって、これが最終案です。ということで、非常に多くのこれからたくさんのイベントを開くわけなんですけども、それぞれの特性があってですね、大変興味深い内容になっておりますので、これからのイベントを成功するにあたってはですね、本日ご来賓いただいている皆さん方、そして特に日本国総領事館、羽鳥総領事さんもですね、ぜひこの時期まで1年間いていただきますと、大変我々も心強い支援いただけるんではないかと思います。ぜひ今年度もですね、ご支援ご協力を賜りますよう重ねてお願いしたいと思います。以上、私の方の企画に対する説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。はい、伊藤さん、ありがとうございました。総領事、久田領事さん、もし機会があればぜひ来賓としてイベントにも参加いただければと思いますので、久田、領事様の方にまた案内とかもおいおい送りますので、ぜひぜひ機会があったらよろしくお願いします。あと会員の皆さん、今日少ないんですけども、ぜひ今伊藤さんの方から説明のあった、もう私が見てても楽しそうなイベントがたくさんあるんで、ぜひそれに参加していただいてですね、交流並びに知識並びに情報交換をどんどんやっていければなと思いますので、よろしくお願いします。ここまでがですね、実はフォーマルな今日の新年会のところでですね、これから先は先ほど説明しましたゲームマスターの後藤さんに、お渡しして、ある意味ブレイクで新年会のゲーム、オンラインゲームをやりたいと思います。ただその前にですね、ちょっと花木さんの方から写真を一応土地で抜けられる方もいるという話を聞いてますんで、ここで一度全体写真を撮りたいと思いますんで、花木さん大丈夫？花木さんに渡しますけど、はい、どうぞ。では写真を撮りたいと思いますので、皆さん思いっきりの笑顔でよろしくお願い。はい、後藤さんいいですね。なんか飲み物を掲げてもいいと思います。じゃあ皆さん行きます。はい、それでは、3、2、1、もう一回行きます。はい、牛乳、はい、牛乳、はい、3、2、1、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。 OK、松原さん、僕はちょっとごめんなさい、これでちょっと失礼させていただきます、ね。すいません、ありがとうございます、岡本さん。また、はい、ありがとうございました。またじゃあ、はい、ありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。先ほども言いましたけど、ここまでが、フォーマルで、ここから先はもうブレイクオーということで、やりたいと思います。ゲームの方に関しては、後藤さんにお任せしてますんで、後藤さんの方から、後藤さん、商品のことも説明してね、一緒に合わせて。あ、はい、わかりました。はい、じゃあ後藤さんよろしくお願いします。はい、
本日はラウンジというウェブサイトを使って、クイズをします。約10問ほどおりまして、1問10点というふうに、点数を数えていきまして、上位3人ほどには、豪華商品も用意しております。和田さん、商品の発表お願いします。あ、そうかそうか、すいません。弾道で用意できませんで。豪華商品。金融界の潤沢な資産から。そのことです。こういったそのティム・ホートンだとか、スターバックスの、10ドル券が、こんなにあるんで、ここからですね、大放出です。1位の方が、10ドル券3枚、2位の方が10ドル券が2枚、3位の方が10ドル券1枚ということで、絶賛皆さんで競っていただきます。マイクをお返しします。はい。はい、参加する方法ですけれども、Zoom の画面の下の方にマウスを動かしますと、チャットという吹き出しマークのアイコンがあるので、そこをクリックしていただいて、でそこに、インターネットアドレスが載っておりますので、そこをクリックしてください。チャットがないんですけど。久保さん、今、Zoom のアプリからやってますか？それともインターネットからやってますか？何ですかね。よくわかんないな。すいません。マウスを下の方に動かして。はい、これ出るとね、ミュート、ビデオの停止、参加者、画面の、その隣。隣。参加者の隣、うん、参加画面の共有ってのはその間にないチャットっていうのが、いやー、ないなー、招待とかいうのがあるけど違うのかね。じゃあ久保さんに今ちょっと直接送ってみます。すいません、お手数かけます。はい、じゃあラウンジに入れた人はニックネーム、ご自分のお名前を入れていただいて、あとで商品のためにポイントの確認をしますんで、今入ってる名前をなるべく使っていただいた方が誰が誰だっていうのが分かりやすいんで。はい、今10人。10人？まだ、じゃあ、花木さん、松原さん、石川さん、西澤さん、三河さん、吉武さん、木本さん、羽鳥良二、和田さん、吉田さん、青山さん、伊藤さん、久田良二、お、吉澤さんですかね？ん？吉澤さん。一人名前入れ忘れた方いらっしゃるんですけど。吉沢さん。わかりますかね。吉田さん？吉田さん？芦沢さんは入ってる？あ、芦沢さん入ってます。はい、あとはじゃあ、花沢さんは？花沢さんいらっしゃらないですね。名前を入れ忘れた？花沢さん。今チャットっていうのありましたね。あった？チャット開いたら。なんか画面、なんか、あ、ここか。招待とかいうのあって、そこ、あ、違うか。チャットをね、久保さん開くとね、後藤さんから来てるなんかリンクの、あったあった。HTTP とかで、それクリックしてもらうと、次は、今のラウンジっていうゲームのサイトに飛ぶと思います。そうですか。花沢さん入りました。ニックネーム、それに久保って書いて、はい、参加。多分ね、カレンさんがひょっとしたら、カレンさん入ってないのかな。
今16人です。カレンさんがちょっとしたら入ってないかもしれないから、カレンさんいないとしても、後藤さんもいないから、いないよね。だから10、カレンさん入る？入れる？入らない。入らないね。OK。じゃあ、OK。難しいです。難しいね。ちょっとね。カレンさん、じゃあ、もし、お時間が許せば、このまま聞いててください。すいません。はいはい。はい、もしお忙しかったらもう退出されてもどちらでも構いませんので、フォーマルな部分は終わりましたんで、はい、で多分16人だったらいいよ後藤さん。はい、今参加っていうボタン出てる方を押してください。僕は入ったかな。あ、久保さん入ってます。あ、よかった。でみんな入った？OK、16人いる？はい。はい、じゃあ次、今開始までこの画面で、はい。最初の2問は練習問題なので、ポイント0です。今開始までこの画面でお待ちくださいってなって、はい、それで大丈夫です。それでいいですよ。それで正解。久保さん、それで正解。ありがとう。で、出題の、範囲としては、建築に関係あること、バンクーバーに関係あること、カナダに関係あることです。建築に偏りすぎてはないので、皆さん諦めずに頑張ってください。はい。参加するを押せばいいのね。はい。はい。はい、お、来た来た。16人来た。うん、はい。じゃ最初の問題。はい。先ほど久保さんが。あ、ダメだよ、みんな喋ったら。先ほどありましたけれども、これ練習問題だから、どっちにしろ。はい、はい、いいですか。マウスでね、クリックして、マウスで使わないとダメですよ、マウスで。回答するを押せばいいの？うん、はい、回答するを押して、で、うん、回答を書いて、回答送付っていうのが右にあるから、マウスで、あ、回答この場合数字を書いて、あ、で回答済みってところ、回答、右の端に回答送付っていうところがあるから、それを最後押していただいて、なんか吉田さん大丈夫？わかる？和田さん、なんで？和田さん忙しいからやってないの？やってるよ。まだ吉田さんと和田さんと芦田さん答えになってない。あ、来た。吉田さん書いた？書いて回答済み、回答するってところを右側クリックしないと。なんか変な画面になっちゃったな。あ、そうそう、はいはいはい、はい、あ、かけてないね。かけてない人は。かけてない。僕かけてないね。かけてないっていうのは、久保さんかけなかったってこと？かけたかったけど。うん。どうやってかけばいいのかな。マウスでこう動かせなかった？あ、マウスで10って書くわけ。うん。そうそう。マウスで10って書けばいい。その。お、吉田さんはかけなかった？ちょ、吉田さん声出してもらったらいいんじゃない？声出して。うん。声出してもらっていいよ。すいません、なん、数字入力するのかと思って、ここで入力するのか、マウスで、全部マウスで、手書きですね。手書き、はい、はい、手書き、練習なので。アナザーさんは、達也、アナザーさんも、ま、ミュートになってるよ、ミュートになってる、ミュートになってるよ。ね、一緒です。マウスでやるんじゃなくて入力するのかと思って。ああ、だマウスね、マウスでいきますからね。次の時はうまくいくように。青山さん、何？青山さんどうした？青山さん、ちょっと間に合わなかったかも。ちょっと今、ああ、で、出てるね。出れなかった。はい、はい、OK。はい、はい。はい、正解発表します。なるほど。いう感じになります。園遊会は、今年を終えると設立10周年になります。ちょっと今、切れ切れになったから気をつけて。
はい。全員入りました。はい。これが県友会のロゴ、先ほどカラーで出ていましたが、合計で何色使われているでしょうか。カンニングなしね。カンニングなしです。何色だろうね。答えはどこに書くんだっけ。で今から、はい、回答する。まず回答して、マウスをぐるっとクリックしながらいけば書けるはず。これ回答する、回答するところに書くの？うん、そう、下のところに。あ、マウスでドラッキングしながら、マウスの左クリックかなんかでグッとやれば出てくない？線が。書き直すか、書き直す。うん、左書き、間違えたら書き直して。でも、もう一回見たい場合は問題を見る。うん、真ん中の問題を見る。あ、それで、問題見るまで行って、次にどう行くんだっけ？もう一回、あの、そこもう一回クリックしたら、だからもう一回問題が消えて、ペケのところで数字を書けば、うん、ペケポンが右側の端にあるんじゃない？そしたらそれが消えて、もう一回画面がブルーになるから、そのブルーの下の大きなところにマウスで、うん、マウスでキュッと字を書く。ああ、4、ここか。うん、でもなんか字を書けないね。書けない？なんで？マウスをこう左クリックして。ああ、そっか、書けた。うん、青山さんは？青山さん書いてないの？答え。青山さん答え出てないよ。回答送付、回答を送らないで、右で。回答送りましたけどね。グリーンになってないの？青山さんの。なんでだろう。もう戻れないですけどね。なんでだろう、ね。一回ここで締め切ります。大丈夫？あ、青山さん押してもらわないと終われないので。回答送付できますか。回答送付したんですよね。どうですかね。あ、切れた。一回切れたね。今だから 1,2,3 人いないけど、これは青山さんと吉田さん。吉田さんも入ってます。なんでだろう。今飛びたすけど、ね、参加ができなかった。できなかった。うん、じゃあまあとりあえずあれ、うん、青山さん書いた？書いて送付したんですけど反映されないですね。送付、送付、右クリック、右の一番端のところの上のところをクリックして。いや、もうしたんですけど、それからして終わったんですけど、あの、なんで反映されませんでした。まあ、なんだろう、消えた。すいません、なんか時間制限、時間が全部なるまで、はい、うん、先に行けないようなので。あれ、でもな、僕一回抜けましょうか。うん、一回抜けてみたら。青山さん今一回抜けたんですけどね、でまたもう一回入りだしたんですけど、どうですか。抜けましたけど、これでまだ行けないですね。行けない、行かない、次に。あれ、そう、あ、また一回戻っちゃったよ全部。後藤さん、うん、今あの開始までのこの画面でお待ちくださいに戻っちゃったけど、うん、あ、参加、あ、参加した。はい、参加、みんな参加してください。もう一回やってください、みんな参加する、あ、参加する、入ってください。はい、すいません、ま、点数がなんかゼロにならないみたいなので。あ、じゃ あ, あの今の点数を確認しといて後で削ったら。はい、あの一回みんな出てもらったらどうなる。それか、それもダメ。同じだと思います。同じ。じゃあまあいいや、今の点数を写真撮ってちょっと覚えといたら。はい、これ今、入ってない人誰いますよね。誰が抜けた？私入らなかったので。いや、でもね、16人のはずだから。それで、あ、すいません、羽鳥です。あ、は、羽鳥さん、もうあれですか。私ちょっと入ってません。あ、もう退出ですか、それとも入れなかったんですか。ね、なんか1問目答えたんだけど2問目入れなかったから。おお、ちょっとだけ見学して途中で抜けます。はい、
あれ今16人いるの。あ、後藤さんが入ってるんだね。うん、はい、まあ、うん、で一緒、やっぱ鳩井総領事入ってないんで。まあいいや、とりあえずじゃあ行ってみよう。もう一回同じこと。このまま。あ、もうこれ始まっちゃうの？それとも始まっちゃうの？はい。次の問題で、ね、はい。正式、これまだ練習？これ正式です。高いビル ABC のどちらでしょう。これをにクリックすればいいんですか。これはね、まだ後でね書くようになります。また久保さん。あ、そうですか、うん、はいはい、これは解放してくださいでっていう、はい、これは何階建てじゃなくて高さです。高さ何メートルです。はい、いきます。この一番下の名前が書いてないのが羽鳥さんお領事じゃない？誰？これ11番のこの、この一番角の下、後藤さん。私のところから見えないですね。あ、そう。一人いるけど、ブルーの人が。さっき名前書いて入りましたか、一回。ねえ、羽鳥さんお領事さっきあったんだけど、今。なんかね、うちインターネットの電波の状況が悪いんで、あ、はい、だからだ、ちょっと見たら適当なところで抜けます。ありがとうございました。はい、すいません、はいはい、これでもこれ一人いける、この次いける、後藤さん。今一応みんな回答したよ5分終わらないと。うん、ちょっまあちょっとじゃあ話をして、もうみんな一応書いたわけでしょ。もう変えられないでしょ、これ。変えられるのか、まだ変えられないですね。ちょっと時間調整できるかやってみます。うん、あ、また戻っちゃったよ。なんか。うん、ちょっとお待ちください。はい、時間を短くします。はい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 、でもう一回じゃあ逆に同じ問題に入るってことね、もう一回。はい。はい、すいません、ちょっと初めてなんでいろんなことが。だんだん慣れてきましたよ。でもなんとなく勝手は分かりましたね。皆さん、うん、大丈夫ですね、うん、はい。こういうのがね、これただであるんですよ、こういうフリーで。そうそう、前回はね、またちょっと違ったやり方のゲームしましたけど、今回はこういう感じでみんなで得点を競うっていう形にしました。久保さん、ぜひこれオフ会でもやってみてください。有料にて受けたまわります。あんまりこれ人が増えると結構コーディネーション大変かもしれない。なんか手作業で採点するので、うんうん、結構そうなんですか、うん、このぐらいの人数が多分限界かもしれない。うちからゲームマスターの後藤沙耶香を貸し出しますので。後藤さんすごいね。高いよ有料ですよ、有料。高いよ。はい、もう一回行きます。はい、了解。さあやりましょう。参加する、うん、参加人数は上限に達したクイズ書いてあるため、カツラは、あー、おかしいですね。も私も同じメッセージ出ます。もう一回やり直します。はい、参加するですね、うん、はい、あ、羽鳥総領事も入れないかな。さあ、どれだ。バンクーバーハウスとシャングリアはウエストバンクのプロジェクトですけど、はい、はい、2分の間に皆さん書いて回答を送付してくださいね。
ポイントの件数はさっき取っといた、後藤さん。これから1回目だからね。はい。ポイントついてる人いますけど。はい、取りました。お、結構分かれたよ。1、2、3、4、5、6。あ、はいはいはい、6、7。B と C だらね。だから、トランプか、シャングリラかですね。バンクーバー、あ、伊藤さん、バンクーバーハウス。バンクーバーハウスも一応、2人、はい。はい。正解発表します。はい。ですね。ですね。え、シャングリラ？シャングリラなん、シャングリラなんです。ようでございますよね。シャングリラ抜かれたんじゃなかったっけ？抜かれてません。抜かれてません。うんうん、あのバンクマウスは高いところに結構いるんで、意外と高く見えるところあるんだけど、でも実際はシャングリラが一番高いです。うん、さあさあ、こんな感じでいきます。うん、はい、いい感じ、いい感じ。はい、次の問題。はい、はい、参加する。はい、去年2011年、シティ・オブ・バンクーバーで発出されたニュービルディングのためのビルディングパーミット。これはアプライ、申し込みされた数じゃなくて、OK ですっていうふうに。あのイシューされた数です、うん、ヒントはヒントヒントとしては過去4年5年で減少傾向です、うん、お、わかったいきます。はい、今のとこ全くわからない問題です。わからんね。これも分かれました。これも分かれました。これは確かに難しいですね。これは合ってたらなかなか素晴らしいと思います。あれ、私これどうやって正解見るんだったかな。正解はね、俺のを見ればいいよ。はいはいはい。っていう、なるほど。わかりました。これあの松沢さん、松原さんが作った問題なので。ですね。素晴らしい。結構正解してた。うん。5年前が一番多くて、それから減少傾向ですね。それでも多いね。うん、今待ち時間、はい。これ、このパーミットは、例えばハイライズの1棟は1棟ですか、それとも1個っていうカウントなんですか。基本的にはあのハイライズは1棟で1つですよね、うん、はい。貴重なご意見ありがとうございます。はい、犬小屋とかはどうなんですか。パーミットパーミットがいらないです、それは。犬小屋はいらないです、パーミットは。貴重なご意見、はい、貴重なご意見ありがとうございます。情報です。村木さんが建てるときはぜひパーミット申請していただくようにお願いします。わかりました。うん、問題いくつ。10個ぐらい、10個ぐらい。だから、あと8問ぐらい。OK。久保さん、眠くなってきた？いやいや、そろそろ。バンクーバーで、この写真のような家、よく見かけますけれども、何と呼ばれるでしょう？ A、バンクーバーレジデンス。B、バンクーバースペシャル。C、バンクーバーホーム。うん、いかがでしょう。どっちだったかな。分からんな。
まっちゃんが一番遅い。あ、ごめんごめん。C はないですね。バンクーバーホームの人はいないですね。これは分かんない。やった。おー、 B か。おー、うん、そうだね。正解は B のバンクーバースペシャルです。なるほど。特徴としては、屋根の傾斜が、緩くて、正面から見るとこのゲイブルルーフです。うんうん、で低コストでフロアスペースがたくさんできるやつだそうです。うんうん、結構イーストバンクーバーの方にたくさんあるよね、こんな。多分そうですね。に向かって。うんスピリットレベルになってんだよね。そうですね。あの形としてはこう箱型で2階、うんうん、最初は、地下がなかったんですけど、最近はそのリノベーションで地下ちょっと作るところもある。うん、次の問題、ね。はい。はい。久保さん頑張って商品もらわないと。辛いな。写真ちょっと少ないんですけど、日本の建築で広島平和記念資料館、うん、東京都庁、代々木体育館、この3つに共通する建築家。分かった。は ABC のどなたでしょう。分かった。久保さんこれは自信あります？うん、あると思います。古いやつ。みんなでも久保さんは知ってますよね。あと2人知ってる方が。いるかどうかって話、ね。でもクマさんは結構新しいっていうか。それはヒントになっちゃうね今、うん。吉田さん大丈夫？回答してないけど。はい。なんか吉田さんアイス食べてますね。なんか書けば。アイス食べてんの。そうだよね。ちょっと引っかかった人がいたなやっぱり。伊藤さんが引っかかった。そんなバカだ。これは伊藤さんがまさかのまさかのでした。これ正解は国立競技場がそうだよね。うん、そうですね。丹下さん、丹下さんですね。まあ熊さんはまだ新しいし、黒垣翔さんでさえちょっと新しいですよね。丹下さんに比べたら。はい、次行きましょう。はい、で次の問題は三河さん、穴澤さんにぜひ当ててもらいたい。なるほど。さあどんな問題でしょうか。うん、じゃあちょっとマニアックなやつだったね。多分これはマニアックだね。オッケー。何これ。ホームディポで、うん。2×4、8フィート。SPF おお1本いくらでしょう。本これは最近のやつですか。最近、うん、今週火曜日にインターネットで見て今週か店頭、うん、店頭で8フィートって何メートルですか。1フィートは30センチなんで8フィートなんで、ね、2.4 ぐらいよ。 2.4、うん、ただこれはあの店頭でホームデポから買った場合なんで、そのプロの人が材木屋さんから買うのよりは高いかもしれないですね。うんうんうん、はい、いきます。わかんねえな。Oh.
松原さん。これか、これかな。わかんない、わかんない、これは。ばらけましたね。ちょっと結構シビアな数字だったから、どれも当たってる。大きく違いましたね。うん。どれも当たってる。 C が一番安い4ドル。うん。三河さんがよく知ってるから。おお、さすが三河さん当たりましたね。さすが。ちなみに、うん、2x4 でも60センチ、2フィート長くなっただけで値段が A の9ドルまで、まあ、だから8フィートが普通のサイズなんだね、うん、多分ね。あ、じゃあもう値段元に戻ったっていうこと。その辺どうでしょう、ね、三川さん。はい。でもちょっと前までは3ドル以下だったので、2x4 の8フィートとかって。やっぱり上がってる、ね。それでも上がってると思います。うん、なるほど。全然わからんな。そうか。肌感覚で10ドルぐらいだったけど、違ったね。OK。はい、次行きましょう。次の問題いきます。次はマスティンバーに関する問題です。先ほど伊藤さんの話で UBC にある木造の高い建物、うん、14階の建物、それに使われているこのクレーンで上に乗ってる CLT っていうでっかいものなんですけど、この最大の厚さ、うん、BC 州で生産されている CLT の最大の厚さはいくらでしょう。うん、4倍。皆さん結構悩んでますね。うん、聞いてみよう。はい、いきます。あら、あー、参加できなかった。あ、じゃあもうポイントなしや。C。ポイントなし。ポイントなし。本さん C。中が言った、それは。伊藤さんが悩んでる。これを外すわけにいかないという感じで。伊藤さんが悩んでる。悩むね。ねえ。BC 州っていうあれが。そのヨーロッパでも作ってるんですけど。BC 州にペンティクトンに一つだけ工場があって、もう時間切れになっちゃうよ、伊藤さん、早くしないと。はい。お、ちょっと伊藤さん、あ、チェックか。とうまくあったけど、どうだろう。どうだ。正解発表します。どうだ。おお、やっぱり。さすが伊藤さん。ああ、よかったね。ほうほうほう。まあ、これ微妙だよね。315フィートぐらいでしょ。これ相当暑いですね。ね、結構暑いけど、どれが最大だっていうと結構難しいね。うん、こう木をこう交互に合わせていって、でっかい電子レンジみたいなのに入れるらしいんですよ。で、それでくっつけるので、その、それ以上厚みがあるとできないと思う。うん、だからこう電気が伝わりきれる厚みっていうことで。なるほど、なるほど。はい。OK。次行きましょう。次の問題。はい。結構難しい問題が多いね。もうちょっとおだらけかなと思ったけど。細かいね。小野さん、小野さんシビアに行ったね。これが建築関係最後の問題。おお。鉄筋コンクリートの比重はいくらでしょう。このポイントはコンクリートじゃなくて鉄筋コンクリートです。はい。うん、はい、いきます。行こう。これは西澤さんとか伊藤さんとか。あたりは正解してもらいたいですよね。そうそう、インテリアデザイナーの吉田さんちょっと苦しいね。インテリアデザイナーコンクリートの比重のことあんまり気にしないもんね。そうそうですよ、ね。入れなかった。あ、
あ、伊藤さん。入れなかったのよ。どうなの？回答してください。どうなの？伊藤さん、じゃあ回答お願いします。僕は思うのは 3.5 じゃない。お、3.5。お。意外とじゃあなんだな、みんな。あらま。知らないというか。あらま。2.4 か。うん。これ多分コンクリートだけだったら 2.2 とか3なんですよね。鉄筋が入るから 2.4 か 2.5 がコンクリートですよね。これだいたいイメージとして水の 2.4 倍だったんですよね。水が 1平米の場合、1立方の場合は1トンですから。そっか。はい、うん。そんな感じです。はい。はい、行きましょう。次の。でここからはあのバンクーバーに関係する問題です、はい。あと何問ぐらいあるのかな、伊藤さん。あと4問です。はい、じゃ あ、 あと4問、皆さん頑張って。はい、参加する。みんな参加した？あと1人ぐらいいないんじゃない？また。あ、羽鳥さんまた参加。あ、これでいいのかな？みんないいですか？うん。あともう1人ぐらい。もうか。うん。行こう。これはいけたね。これはいけたよ、俺。意外に分からなくないですか？いやいや、これは分かるでしょう。これ、女性の人、今、入れたりしない？そうなの？僕、来てます。はいね、じゃあ、ダメです。ここにいるの？じゃあ、もうそれはもう、これです、これ、はい、これ、これ、はい、これ、これ、これ、はい、はい。サービス問題です。はい、サービス問題ですね。あまり笑って喋ってたら問題を忘れちゃう可能性がある。これはバンクーバーの人っていうか、バンクーバーこれがもうある意味みんなのなんとかユニフォームに近いよね。ユニフォーム。はっきり言って。ね。そんなことないんじゃない？本当に女性の毎日バラードブリッジ渡ってる人は、ねね、石川さん悩んでる。三川さんに聞いたら分かるんじゃない？石川さんじゃない？三川さん答えてないんじゃない？はいはいはい、石川さんじゃなかった、三川さん。さあどうだ、これみんな正解じゃない？え、伊藤さん、伊藤さんもやっぱりちょっと伊藤さんとルレモンっていう感じ確かにないよね、やっぱりね。なんで久保さんはね、実はあのゴルフ一緒にして分かるんですけど、意外とおしゃれなんですよ、久保さん、ゴルフの格好で。久保さんやっぱり知ってるよね、多分ね。いや、勘ですよ、これは。久保さん、いかがそれは、伊藤さんだけが。そうか、逆さまじゃないんだ。まあ、これは伊藤さんが珍しく。ボケをかましてもらった。よかった。次も似たようなサービス問題です。サービス問題。サービス問題。ファッション関係。ブルーレモンすごいもんね、はっきり言って。バンクーバーでは。うん、おお、はいはい。あ、来ると思った。来るかっていうことだ。来ると思った。これはまた。わからない。難しいことを聞いてきたね。これよ、これこれ。これ何ですか？カンニング禁止です。カンニング。ちゃうやん、それ。ちゃうやん。これ何ですか？これね。わかりません。まあ、いわゆるバンクーバー常識問題ね。なんかよっちゃんわかってるみたいだな。だからこれだってば、これ。これ難しいな。分かんないね。ああ、もういや、こっちにしよう。ってどこ？うわ、からない。割れましたね。おお、分かれたね。分からない。これでインテラデザイナー的にはどっちですか？あ、分かってるのかもしれないけど、吉田さん。やっぱり A の方がバランスがかっこいい感じ。これロゴになるぐらいだから。これでも素晴らしい引っ掛け問題ですよね。ね。私このロゴをしょっちゅう見てるんですけど、
答え分かんないです、今正直。どっちかって気にしないよね、はっきり言ってね。はい、うん、さあ、はい、どうでしょう。正解発表します。さすが、インテリアデザイナー、やっぱり。だから人が着てる状態で見てるのと自分が着てる状態で見てるのと俺逆言っちゃったんだ。言い訳、言い訳です。言い訳をして、もうそんなわけのわからない言い訳をする人がいるだろうと思ったら、ね、まさにしたやっぱり。そうかそうか。これそもそもこれ何なのこれ一体。ねえ、久保さん。うん、わかんないね。わかんないですよね、これね。説明がないよ。何のあれなんでしょうかね。何の。基礎帳。基礎帳だ。違う違う違う。だ何のそのロゴなのこれ。誰のロゴなの。アークテリックスっていうね、メーカー。また、何のメーカーみたいな。服のメーカー。ナイキとか。クライミングとかで有名なとこですよね。そうそう。ダウンタウンだったら、それこそルルレモンの、まあ、反対、うん、挟んで反対側にあるよ。店やっぱり近くなのに服のメーカー服のメーカーそうそうそう、いやすごい高いんですよ久保さん、あれですよね久保さん、アディダスだったら分かったのにねなんかこれ鳥の骸骨みたいだねこれ、うん、何をこれはあれをイメージしてるのかちょっとそれは分かんないけど、ま、基礎帳って書いてあるよ、あ基礎帳か基礎帳、うんうん、はい、あと2問です、はい、さあ行きましょう、次はどんな問題？次はカナダ全体。カナダ全体。一般常識時事。去年から始まったナショナルデイオブトゥルース&コンシリエーション。オレンジなんですね。俺これいつから始まった？俺も知らないな。ナショナルデイオブ。なんじゃこりゃ。分かんないですね。分かんないけど、まあいいや。はい、行ってみよう。はい、まあ分かんないね。行ってみよう。誕生日に近いとこで。誕生日に近い去年、レジデンシャルスクールの跡地で、はい、子どもたちのマスグレーブが見つかってから、みんなでちょっと時間取って考えましょう。ああ、それか。っていう、実ではないんですけど、さやかちゃん多分からで回答しちゃった、だけど私の回答は B、 何ダメだ、もうそういうダメダメダメ、もう回答したいことはゼロだ、ダメダメ、何を言ってんの気持ちさよ、そういうのはダメダメ、はい、アウトアウトよ、アウトアウト、はい、なんだそのからで、あ、違うの、問題を見直して、うん、で、あ、B だったなと思って、うん、書く前に、バッテンを打つときにしちゃった、はい、そう、バッテンを打つときに、そう、送付するなって、正解になってる、たく、これは私のやっぱり優しいな、さじ具合ですから、9月30日か、学校が始まってすぐ祝日になったので覚えてます、はい、なるほど、最後の問題、うん、はい、休み残ったのかな、まあいいや、はい、あ、BC は去年休みじゃありませんでした、オンタリオとかは多分、あ、そうで、銀行だけが休みとかになった、あ、違う、ガバメントだけが休みになって文句言われてましたね、最後の問題、はい、今工事中の UBC に向かうスカイトレインの新しい線路ですけど、キャンビーの次に止まる駅は、UBC にも新しいやつ、今こうブロードウェイ工事してますよね、はい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 、既存の BCC クラークから始まって、メインストリートのあたりで止まって、次キャンビーで、その後、はいはい、うん、OK、 ここら辺で出て、はい、まあいいや、うん、希望的観測でいこう、結構後藤さん厳しい問題だったねシャレが入るのかなと思ったけど結構真面目に作ったね、もう真面目な問題だ ねですよね、うん、私は真面目に作ったんですけど、これ分かんない、分かりません、
割れましたね。法的な観測としてアービスタスとかだと結構遠いじゃないですか、ね、だいぶ行っちゃうよね。だからもう一個ぐらいどっかで止まんないとかなと思ってたけど、アビュータスもあるんだろうけど、その前にもう一個ぐらいあるのかなと思って、うん、はい、誰の犬ですか、ね、誰の犬、誰の犬、ワン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 、あ、オーク。おー、じゃあすぐそこなんだ。あの、この順で止まります。あ、ずっと全部あるけど、オークが一番最初にあるってことね。あ、そうなんだ。こんなに止まるの。バスの99と同じ感覚ですね。あ、そうですか。はい、了解。残念。もうこれで終わり？終わりです。もう終わりないんだね。はい。集計してもらって、私は外してね。私外して計算してね。私はあの問題知ってるのが何個かあるかったから。皆さんのところからもスコア見れますか？あ、参加したら見れるんじゃない？スコアで。参加するを押すの？もう一回、うん。あ、イモンさんが今1万。うん、マーシュルだけ。青山。でもそれから最初の出足のなんかあの。リセットできなかった。それを引いたらどうなる？見える？見えてる？あ、はい、リセットするのが一番最初を引いたら、うん、よっちゃん、よっちゃんすごいじゃないか。花木さんから20、どうやってやるんですね。花木さんから20点、伊藤さんから20点、松原さんから20点引いて、吉武さんから30点引くと、じゃあダメや、40点。40点だから、もうダメ、アウト。喜んでたけど。木本さんが1番で、2番が青山さんと三河さんと穴澤さんだ。あ、同点。同点。うん。花木さんも20点引かなきゃいけないから、で、吉武さん30点でしょ。あと誰がいたっけ、もう一人。花木さん20点引いて、伊藤さん20点引いて、松原さん20点引いて、はい、私はもう関係なしで言ってもらっていいから、吉武さん30点引いて、ね、うん、じゃあ3位だ、3位で、青山さんと三河さんと花木さんは、花木さん20点引かなきゃいけないから、青山さんと三河さんと穴澤さんが 2位だよね。2位タイ、うん、じゃあちょっと4人になっちゃったから、木本さんの1位はもう確定だね。すごいね、木本さん。2年連続持ってったね、うん、商品を。なんかズルが何回かあったけど。うん、まあ、あってもね、それだけなくてもね、多分トップなんだよね。だから、青山さんと、穴澤さんと、芦澤さんか、あれ、芦澤さんか、穴澤さんじゃなくて、すみません。芦澤さんと三河さん。これはもう、あれだね。青山さんと三河さんでじゃんけんで、芦澤さんは2位だね、やっぱり。え、いいんですか、うん、芦澤さんはもう、やっぱり。副会長は辞退でしょ、副会長辞退するって。副会長辞退？辞退、あ、副会長辞退する。じゃんけん、じゃんけん。じゃんけん。主な世界は厳しい。うん、じゃあ、青山さんと三河さんのじゃんけん。それでサイン決めましょう。はい。じゃあ、いくよ、三河さんと青山さん。吉武さん邪魔、邪魔。アウト。あ、もう一回勝負だけよ、一回で、一回でいきますよ。最初はグーからね、最初はグーから。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。ああ、三河さん勝ち。ということで、結果は、吉武さんが1位で、2位が、芦澤さん、で、3位が三河さん。で、和田さん、芦澤さんに、はい、郵送先を聞いておいてね。そうですね、芦澤さん、恐縮ですが、どうしようか。あ、はい。どうしよう。じゃあ、後で、私にメールください、芦澤さん。わかりました、じゃあ、はい。和田さんに送りますんで。で、木本さんと三河さんは、直接和田さんに送って、住所。まあ、三河さんは分かってると思うけど、木本さん、どこに送るか、ポートコック。にトラムに送るなら、はい、うちに送ってもらって、私は芦澤さんとこに届けますよ。そうですね、はい、散歩ついでに、はい、はい、じゃあそれでお願いします、はい、バーナビーですよ、バーナビーで。バーナビーでポートコキットラムチームにやられたね。ポコニャン、やりました、ポコニャン、ポコニャン。
はい、じゃあちょっと不具合とありまして、ありましたけれども、これどうやって元の画面に行くんだろう、みんなの顔が見えるとこ、これもクリックして閉じてもらったら多分戻るんじゃない、久保さん、これ、うん、あの久保さん後で住所ください、ご自宅の方のお願いします。もうあのラウンジ消しちゃっていいですよ、久保さん。消していいよ、消していいです。ラウンジ消したら、そしたら出る、はい、あれ変なのが出てきたな、エッチなやつを一緒につけてたんじゃないの。いや何をおっしゃる、うさぎさん、それいきなりスクリーンシェアとかしないでよ。ちょっと早立ちにするな、この野郎。捕まっちゃうよそれ。出てこないね。そう、大丈夫、あ、出た出た出た出ました、はい、出た出た出た、ボトさんいい、大丈夫、もう、はい、ミュートになってるよ、ボトさん、はい、大丈夫です。すいません、はい。ありがとうございました。ゲームマスター、後藤さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、はい、じゃあ皆さん一応、後藤さん。来年はもっと簡単な問題考えます。そうだね。そうだね。ちょっともうちょっと、シャレも入ってもよかったかもしれないけど、ルルレモンなんか面白かったけど。ね。はい。はい、またじゃあ、ゲームは、このオンラインがまあ続かないことを望みますけど、まあ、続いた場合はまた考えましょう。なんか、いろいろと。すいません、じゃあそんなことで、はい、そろそろですね時間にも、なってきましたので、これにて一応新年会のいろんなことは終わりたいと思います。最後にですね、私のご利用しで副会長になっていただいた三河さんから、閉会の挨拶を簡単にお願いします。三河さん、はい、皆様、今日は大変お忙しい中参加いただきましてありがとうございました。今年が終わったら、金融会も10年目ということで、実は正式に発足する前に1年間準備期間というのがありまして、その時に、久保さんとか伊藤さんとかで、あと他の発足メンバーで会食やなんかをいろいろガイガイワイワイガイガイと1年間かけて長い間かけて決めたんですけども、懐かしくすごく思います、うん、あと発足してすぐにバンクーバーのコミュニティの会としてガーデナーズ協会を見習おうということで理事会に参加させていただいて、いろいろ教えていただきたいということで大塩を声に伺って、で最初の頃はガーデナーズ協会の会館をお借りしていろいろなイベントをやりました。それももう10年、8年、9年ぐらい前になりますけども、見習いたい会だと思います、今後10年また頑張りたいと思いますので、皆さん頑張りましょう、はい、以上です。ありがとうございます。それでは県友会の新年会、無事ブレスユー、三河さん。ありがとうございます。はい、終えまして、今年も、まあ、これから皆さんと一緒に楽しいいろんなイベントをやっていければと思いますので、長い間、羽鳥総領事、お付き合いありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。芦澤さんも、ありがとうございました。カレンさんも、一応、聞くだけで参加していただいてありがとうございました。また経営委員会いろんなことやりますので、ぜひぜひいろんな会で参加をいただければと思います。じゃあ、これをもちまして新年会とさせていただきます。ありがとうございました。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。